要するに俺がやっても知れてるけど、みんなが頑張ればもっとグレート上がるじゃんっていうふうに考えてたから。ミレキの場合はさ、天井低下優雅独尊だから俺の中では翔さんがいて力がいて、どっちの要素も加味しながら、なんか俺のパターンを作ってる。パターンをね。うん、さん船かどっかでなんかマネキンが壊れた。それは流行兄弟ね。ああ、それは流行兄弟よ。あれはやばいよ、小沢はやばい。俺はやれると思ってたんだよ、あのマネキンが来る。いや、つうかさ、まずさ、要するに20メートルぐらいか吊るした、要するに鉄の柵よ、鉄柵よ。鉄柵の中に俺たちが捕らえられてるという設定よ。それでその鉄柵が海に放り込まれると。でこうやって見てて、まあ、これやばいな、高いなと思って、まあ、俺ら入るとは思わないじゃん、そこに。いや、あん中に俺たちがいてって言うから。でどうするのって言ったら、いや今から入りましょうよって言ったわけ俺に。あ、なん、どういうことよそれって。いや、だからあの鉄柵の中入ってでロープ切るからそのまま海に落ちる。お前これ死ぬだろうさ。いや死なないってわけよね。いや絶対死ぬぞこれって考えてみる。落ちるわけよって海に。ちょっと待てと。じゃあやるのはいいけど、やる前にマネキンかなんか入れてちょっと一回実験しよう、テストしようと。ほんでマネキン入れました。ほんじゃあテストいきます、用意スタート、パチン、ザバーン、バーってあげました。マネキンバラバラだよ。お前いい加減にしろよ、お前。マネキンがバラバラだよ。でも俺の賢いのはそれも回してるってとこ。まあまあ、だから映画で使ってるのはマネキンがバラバラだよ。あの時今でも覚えてるのは、久美さんが現場に殴り込んできてさ、ちょっとお父ちゃんさ、うちの翔ちゃん殺す気死んでたよ。殴り込んできた。みんな死んでたよ。でもだってさ、徹夜が何日あった。ありえないって。もう翔さんだって左側半分ジンマシン出ちゃって出ちゃって、これはやばいわ、取れないわって。こっから翔さんのアクションパート、俺のパートあるから、俺のパート先に取ってる、翔さん帰っててくださいって言ってんのに、おお、いいのは、あ、いいっす、翔さんちょっと軽く家帰って寝てください、悪いなって。翔さん歩いていくんだけど、どん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 言われてこう、翔さん車こっちこっちこっち。もうね、頭回んないわけよ、もうそんだけ徹夜続くと。でもう2人してね、サングラスかけてて目が開かねえから、大沢、これ目いサングラスいつ取るっていうぐらい取ると2人とも目が閉じて。やばいよ。でもね、いい作品よね。もうなんかそんだけ頑張ったっていう甲斐があったみたいな作品になってね。そっから言ったよ、やっぱ小沢監督やった方がいいよって。いやいやいや、あの時はもう、お前ダメだよ小沢さ、やっていいこと悪いことあるじゃんよって。まあね、いやでも言ってたけど、でもさ、監督やってるとできたもん勝負じゃない。まあね。でできたの見た時に、あんな苦労しててこんなもんかって思われるともう信用一切ないから。まあね、できてよかったって言われるのは、まあ、監督冥利に尽きることであるけど、しんどかったね。いやしんどい。だってさ、キャストと技師さんしか起きてないんだから、あと全員立ったまま寝てんだから。衣装さんが立って寝てんの初めて見たよ。立ってんの。いや俺あの時に一回家か帰ったんだよね俺。そう、途中であの合間で、うん、で翔さんってさ、こう見えて真面目だからさ、あの風呂入ってさ、ちょっとベッドになれいいのにさ、いつ呼ばれるか分かんないと思ってずっとソファでこうっと寝てるから、そんな休めてないと思う、うん、だって休めてても4時間ぐらいだ。でもあの時はね、ベッドで寝たよ俺。寝た1時間ぐらい。本当、家帰って風呂入って1時間ぐらい寝たのよ、うん、そしたらもう起きんのがしんどくてさ、もう行きたくなかったもん、あの寺に。寺に行きたくなかったよ。寺ね、やばいなあれは。俺もあの時さ、片足がさなかった、片手もなかったじゃん、うん、階段三段ね、階段三段をさジャンプして転がるのに体力が限界きてて三段飛べないと初めてだ俺。いや俺もさ片手なかったじゃん、それで飛び込み前転した時に片手の飛び込み前転がこんなに難しいのかと思ったよね。でもやべえ、翔さんのことを考えて、翔さんないの左腕じゃん。まあね、うん、左腕のこと、ね、俺右手ねえし。やばいよあれは本当に。俺もあの時ぐらいかな、階段3段飛ぶ時にちょっと待って、心の中に階段3段で俺何こんなにっていうぐらい本当に飛べなかった。やっぱ徹夜は体力奪うね。いや徹夜ダメよ。
その現場が一番ぐらいですか。それが一番過酷だったかな、俺の今までの中でね。翔さんもっとあったんじゃん。いやいや、ないよ。あんな連続はないもん。いや、だって1日2日あるよね、昔の現場ってさ。1日2日の徹夜あった。でも俺はピューの時にさ、毎日2時3時だのよ、終わりが。終わりが、あん時にまた集合7時やん、2時3時なのに集合7時、その時にスタッフみんな集まれちゃう次の日、あれが不思議だったね。なんでこれみんな来んのかなみたいな、おかしいぜって思った。俺はそれ1本目だったから、なんで頭おかしいか相当好きかどっちかだねこれっていう。でも昔映画人ってそんなもんね。そんなもんなのよ。それがいいか悪いか分かってないからみんなね。いや、もう決して良くはないけどいいんだろうな、それで飲み行くしね。そう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 、2時で終わって、2時で終わって飲み行って1時間しか寝ないで、まんままた来るみたいな、すごいノリだったな。でも初めて思い起こせば翔さんと出会ったのは、原宿どこで会った。なんかね、原宿のなんかこう飲み屋で一世呼び全員で貸し切ってるとこで、ヒデとか勝つまでいいなと。まだヒデは一世呼びには入ってなくて。ああそうなんだ。柳葉のお月、もうついてた時は一世呼び入ってたけどね。入ってたの。入ってた入ってた。一応入ってた入ってた入ってた。いやでもあいつもすごい目に遭ってるな思いながら、でさ、翔さんもさ、ジョニーも若いじゃん、みんな若いじゃん。若い若い若い。本当仲悪いよね。仲悪い、仲悪い、ね、いや仲悪くはなかった。いやだって翔さんの若い時はさ、今と違う、ほんと喋んないもんね。喋んなかったね。のね、自分のスタイルの中でサングラスかけてこうやって酒飲んでた。俺飲んでた飲んでた。ちょっとでも全然喋んないわ。24号だな。でジョニーはジョニーで、ああ見えてさ、すっげえ知らんじゃん。知らんね。ああ見えてまんままんままんま、まあ自分でも自覚してたから、それは。逆に相川さん、小沢さんの第一印象覚えてる。俺はだからね、その時のことは覚えてないの。覚えてないでしょ。だって喋ってないもん。喋ってないんでね。喋んないから。喋んなかったね、本当に。俺ほら昔からね、こんなに、なんかどれくらいからかな、喋るようになったのは。やっぱバラエティ出るようになってからかな、喋る。いや、翔さん前はさ、俺がね、当時ね、やってるんだからさ、V シネテオで、翔さんいて、リキがいて、東映とかであったじゃん、俺の中では、あ、この人って主役の絶対滑っちゃいけないワンカット分かってるから、あとは意外に自由にやっていいよ、まあみんなね、ってなってるから、周りが息を追いようとしてやる。ああそうね。リリキの場合はさ、天井低下優雅独尊だからこう近いと潰しに入るじゃん。そうなんだ。だからみんな息苦しいわ。ああそうかそうか。そうするとリリキのやつはキュッキュしてて、翔さんのやつは周りが生き生きしてるから、それ作品が良くなるってことじゃない。そういうことね。いやで俺がね、調子こいてなんか一回突っ込んだことがあった時に、お前がさ自由にやるのはいいんだよ、俺には触るなって言ったよ。そうなんだ言われたもん。そっかそっか、そんなこと言った。俺言ってた言ってた。いやー覚えてねー。でも俺はすごいなと思ったのがさ、3匹の竜の時にさ、俺が二丁拳銃でさ、バン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 ってやったらさ、あまりにも目立つからさ、監督が翔さんも二丁にしますかって言ったら、いらないいらない、小沢が前でうるさいからって言われたもうね、いい意味でも悪い意味でも何も考えてないよ考えてないよ。いやというかね、俺の場合は要するに俺がやっても知れてるけど、みんなが頑張ればもっとグレート上がるじゃんっていうふうに考えてたから。そうね、どっちか。俺は思ったもん、あの時リキだったらリキが2丁で俺が1丁あ、そうなんだそっかそっか。だって俺あいつほら天井天下優雅どうするんだまあでもね、それでいいと思ってね。まあそうやってリキは来たからね。そうね、どっちがいい悪いじゃないから。そうだね、両方あるもんね、やり方は。まあでも俺はみんなが自由にやってくれて、それで俺がそこに参加してるって形の方が俺はやりやすかったね、すごく。でちゃんと滑っちゃいけないポイント押さえてんね、ずるいんだよ。ずるくないよ別に、それが普通やん。そうそう、とりあえず俺がそこでしくじるわけにはいかないわけよ。だから俺の中では翔さんがいて力がいて、どっちの要素も加味しながらなんか俺のパターンを作った。
あのパターンをね、うんうん、俺はさ2人はさ俺圧倒的さ同世代でやっぱりスターって言ったらこの2人だった。俺はアクターでずっと来てるからでそこまで試合がやるようになった時にこの2人とは違う攻め方、うん、で俺はあくまでも群衆の中でこれはちょっと翔さんに近いけど、うん、群衆に周りを巻き込んで群衆にして盛り上げて、うん、最後は自分のなんか芝居とかの力でねじ伏せて主役になりたい。まあ主役はさ黙ってても映っちゃうから。そうそうそうなのよ。だから黙ってても映るだろうっていうところでそれでもう主役がやんなくちゃ芝居ってもう要求されるからね、うん、こうだっていうのをさ要求されちゃうからそれはやっぱきっちり守んなくちゃいけないからあとは周りがどれだけ気持ちよく芝居できるかって話だよ。それってなんかそういった先輩なのかなんかの作品だったらきっかけがあった。いやそれは俺たちがグループだったからじゃん、うん、セピアってグループ内でやってたからそれで俺セピアの中でもあんま出しゃばってはいないわけよ。要は柳葉走るね、うん、松丸冬風走る走れれば手薄になるとかあるじゃん、うん、どうしてもじゃあそこを抑えていけばいいんだなって思ってた。その後ろには小木清水がいるわけだから、うん、そういう風にしてグループって構成していけばいいんじゃないかなと思ってたからそれの立ち方とあんまり変わってないよね立ち方が、うんうん、だからそれでたまたま主役ってポジションを俺に与えてもらってる。黙ってても映るとそうなった時にみんなをやりやすい形ってどうかってやっぱ自由にやることがやりやすいっていうね、うん、だから俺は本当は主役っていうタイプって翔さんとか力とかの方が合ってると思うわけ。俺主役やってる時に本当つまんないなんかこうやりたいこうやりたいってあなんかあるんだね。あすごいあるんだけどあるんだね。主役はやりすぎちゃいけないでしょ。そうだねやりすぎちゃいけない、ね、やりすぎちゃいけないから、うんこのすんげえいい芝居してるのそれなんもできねえのかこの野郎と。まあまあそれはもう周りの人に思う存分やってもらってそっから来てるからなんかその根性がそっかそっかなんかもうふつふつと燃えてくるわけだからなんか主役やったつまり、まあ、翔さんがとかみんながやってる主役堂のポイントは分かってるわけでそこは抑えるけども終わって達成感全然なくて、うん、主役でつまんねえストレスが溜まって俺が脇行った時の俺は半端ないよまあ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 もう主役のストレス、うん、全部発散するからそうだねだからもう芝居好きなんだよ。そうそうそう好きなんだよ好きなんだよな、うん、それが羨ましいよやっぱり相川さん今みたいなその主役じゃない方法をやってて楽しいみたいなパターン、うんうん、俺はそこのフレームをいかに埋めるかっていうのが作業だと思ってるから、うん、俺に与えられたことでここで目いっぱいやるっていうのが助演でいくときに俺のスタイル、俺のスタイルだね。やっぱりこの1フレームっていうのはさ主役が いるんだけど主役ができないところを俺がいかに埋めていくかっていうことが俺の仕事だから。それを龍谷兄弟とかに翔さんに言われて、いや翔さんがそんな埋めていく器って今までこうだとしたら俺もっと違うとかでかくなりますよって、まあ、そうすると作品がどんどんどんグレードが上がっていくわけだよ。でその今までのでかい隙間をちゃんと埋めてくださいねとかっていう勝負ってなんか楽しいもんね、うん、そうそうそうすると出来上がりが楽しくなっていくっていうね。埋めるゲームだから、うん、うん、だ見てる人が暇しちゃいけないわけだからっていうことが作品作りでそういうところに徹してたっていうのはあるよね。でも本当に俺こう主役堂で全うしてこうまあ俺が冗談交えていい意味でも悪い意味でも何も考えてないって言うけど俺はねそうそう昔から言ってんそれはね。でも翔さんの主役堂って俺最もなんか理解できる、うん、俺役者としての俺がじゃないよ見てて見ててね俺はタイプが違うから、うんうん、だから相まみえないから、うん、あの同じでもだから逆に言うと2人がなんかこうコンビでやるといつも面白い、うん、ああそういうことだね。だから攻めてるところは違うからね多分ね。翔さんは加山雄三で行けば俺が田中邦衛さん行くからまあ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 、まあ、そっちの方がいやでも25はね俺ね面白かったと思うよ、うん、あれ見て、うん、仕上がり見てね面白かったと思う、うん、あの役割が分かってると楽、うん、そうなんだね。うん、だからその翔さんは分かって俺が分かってると思ってるからあの結構本当にそういう信頼関係言わなくても伝わってるから何でもある程度 OK だし、うん、だから三池さんがよく言って余計なことするんだってのはそういうことなんだよね多分ねあれ、うん、多分
多分そういうことだね。三池さんの中にはもうフレーム決まってるもんね、きっちり。うん、いや面白いね。まあいろんなことやらせてもらいましたよ、だからね。そうだ、過去形じゃダメじゃん。いやいや、いいのいいの、それで。あとはほら、俺なんかがもうこの年になって、あとはもう補佐するぐらいしか考えてないから、俺もね。なんか誰かがね。うん。俺は補佐っていうよりも、まだアクションにこなってるでしょ、うん、まだ、あの、動けるから。まだ動いてたもんね。動いてるから、うん、今回のある程度認知されてうまくいってるけども、世界でも。うんうん、そうなると、もういいやって言った後、うん、安風嫌になって、うん、俺がまだ頑張ってるからアクションやってるのね。ああ、え？もう言うてみたらあいつらも50代じゃん。そうだね。できればもうぼちぼちやめたいんだ。やめたいんだ、本当。あいつらなんかいつもインタビューの時に、上に一人ちょっとバカがいるんだよね。やめらんないんですよ。やるしかねえんだって。っていうのは俺のことじゃん。うん。ってなったらもうちょっと日本じゃなくてもどっかで、こう、見せつけてルートを作っていかない。で終わりかなみたいな。まあそうかね。まだまだ野望があるわけだな、これはね。野望なんだろう、野望なんですかね、これ。野望だよ、それはね。うん、ある種の形を作りたいというさ。でも日本にはちょっとそこは乏しいとこあるよね。全然乏しい。ね。あの、翔さんに渡したと思って、私はね、今度バトして見てもらったときに、うんうん、日本で今一番動ける役者が全部出てるわけです。うん、で、山に、これ2作るときどうするんですかっていう、何を。うん、動けるやつを全部相手にしちゃったと。ああ誰がいるんですか。うん、うん、それ分かってるよ。海出るから。出る出る、渡るからって。あのね、まああるんだよな、いろいろね。まあ、そうそう、今立場でこういろいろやられてるけど、うん、どうしよう。いや俺はもうどっちかと遊びに専念したいな。誰言っただろう。いい意味でも悪い意味でも何も考えてないんだよ。そうそう、自分がこの位置に来れると思って、この位置に来てやろうと思って生きてないもんね。生きてない。たまたまこうなってると。あいつもちょっとすごいところは毎回にも言ってるけど、よし、俺はこれからのし上がってって、てっぺん取ったるぞ、ないから。うん、あの、人が勝手に神輿を作ってて、あの、翔さん、これ乗っかってください。え、いいのって、乗ってるうちに担がれてここまで来てるから。まあね。でも俺はそれがスターだと思う。いや、てかね、なんか、俺、需要と供給だと思ってるから、あの、要するにこう需要があって供給する立場だから、求められて初めて立てる立場って思ってるわけよね。うん、いや、そうですよ。だから、うん、よし、あの、呼んでくれたんだったら全力でやるぞっていうのが俺のスタイルだ。呼ばれなかったら呼ばれないでいいし、それはでも俺は生きてるんだから何をするって言ったら、じゃあ釣りやろうか、ゴルフやろうか、ラリーやろうかね、まあそういうことになる。だからそれでいいんじゃねえかなと思ってんだ、どっかね。ラリーも命がけでしょ、ある意味。いやいや、もう大変よ。なんで映画で嫌なの。何が命がけ。いやいやいや、変わんないじゃん。いや、命がけでやってるよ、映画も。やってきたよ。いや、ああいうスタントをやったらいい。いやいやいや、面白いね。で、あの25の時に俺爆破でバーンとなんだろ、翔さん、小沢待ってんの、俺もさ、いいよ、俺がやっから。で、まあまあね、あ、多分ね、翔さんね、待ってないけどタイミング遅れたね。結構爆発近いね。ダーンとか、痛えとか言うから、翔さん大丈夫って。この男なんつったと思う。痛え、小指突き指したと。あ、いい店や。どうせ怪我したんだったらもうちょっと大きいのやってくれ。俺にとって突き指でもでかいのよ。あのね、怪我したことないから俺は。怪我したことないから。だから突き指でもでかいのよ。怪我をしちゃいけないと思ってるからね、俺はどっかで。ということで、なんか俺この大人の時間っていうのが好きで、うん、会ったことない人、懐かしい人とこういうしゃべりだけでもいいんじゃないのかなみたいな。あ、そういうのね。で、俺的に言うと、うん、こういうことで会いたい人に会えるってことはいいこと、うん、今日はありがとうございました。どうもありがとう。よし、続けまた、はい、よろしく。この後はあの相川翔チャンネルでお会いしましょう。よろしく。